はい、というわけで、先日 NGT48 の単独コンサートと、はい、荻野由香さんの卒業コンサートが、うんうんうん、時メッセで行われたってことで、まあ、自分は行かないっていう決断をしたんで、はい、普通に仕事をして後からアーカイブで見ようと思って配信で見たんですけど、うんうん、はい、ただそれも見る時間がなかなか取れなくて、うんうん、昨日頑張って2公演を徹夜で見てきたので、はい、なかなか今回のこの単独コンサートと卒コンに関してはもうなんていうんですかね、あの量が多いというか、膨大なんだ。そう、すごい頭の中で整理しても伝えきれないだろうなみたいな。そんなに言いたいことがあるの？ありますよ、もちろん。それだけの言いたいことがあるってこと。なんせそもそも単独コンサート自体がもう1年半ぶりぐらいなんですよ。はいはいはい。まあ、前回は TDC ホールでやったんですけど、はいはい、その時に自分も行ったので、はい、がっつり大きい会場で NGT を見るっていうのは、まあ、なんかあのフェスみたいのはありましたけど、はいはいはい、NGT だけのコンサートでっていうのは、うん、久しぶりに、今回が本当に久しぶりで、でなおかつ2期生とかはほぼ初、はい、のメンバーの方が多いので、うんうんうん、だからそういう流れなので結構ファンの皆さんも考え思うところがあるよなみたいなのがあったりとかするようなね、はいはいはい、うん、感じだったので結構言いたいことは山ほどあるんですけど、はい、まあ自分もこう考えながら話はいるんですけど多分伝えきれないだろうなと思いつつ、うん、うん、だからものすごく本当は長い動画になるだろうなと思いつつ、ただね、今話して思い出せるところをとりあえず大前提として話していこうかなみたいな、はい、で、まあ、あとは視聴者の方々、こういうところが良かったよね、みたいなのが、どんどんコメントをいただけると、うんうんうん、ああ、そうだったね、みたいな話もできると思うんで、いいかなと思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、単独コンサートから振り返ろうかなと思うんですけど、いや、やっぱね、配信で見てて思ったのは、現地に、やっぱ行きたいなとは思ったんですけど。うん、ああ、そうなんですね。うん。まあ、多分、ここまで、ね、あの、久しぶりっていうのもあって、なんか、普通のコンサートとはまた別の、雰囲気というか、うんうんうん、なんかようやくここまで来たよね感もあるし、はいはい、荻生が卒業ってのもあって、なんか寂しさもありつつみたいな、うんうん、楽しみだよねみたいな、なんかすごいね、なんとも言えない空気感というか、へー、それが見てるだけで伝わるってことは、現地行ったらすごいだろうなと思って、はいはいはい、そう、だから、まあ、今回多分、行かないっていう選択をして、自分は良かったなと思ってるんですけど、行ったらまた、ね、あのいろいろ動画も撮ることがあったから、まあ、そこだけちょっと悔しかったなっていうところはあるんですけど、でもこのタイミングがあったら行ってもよかったじゃないですか。いやー、どうすかね、なんかでもあの決断をした時ってもうちょっと前だったわけじゃないですか。まあまあまあ、うん、だから急にってのもできないし、チケット取るってなったらやっぱ、もし今だったらしますか。どうだろうな、がっつり新潟帰って動き始めたいなと思うのは年末とか、からであればちょっと予想立てれるんで、年末で年始とか。だからちょっとずつ新潟にも帰って、劇場公演も入れればいいなとは思ってるんですけど。まあなので現地で見れなかった悔しさもありつつ、でもなんか、配信で見る良さもやっぱあるんで、ときメッセって、あの、普通のライブ会場と違ってこう、なんていうんですか、ライブ会、普通、本当のライブ会場みたいにこうなってないんですよね、客席が。あ、そうなんですか。だから、めちゃめちゃ平べったい ところに椅子バーって並べて見るみたいな感じなんで、遠くの人は本当に見えないだろうな、みたいな。うん。まあ、広い会場ではあるんですけど、はい、ライブを見る会場としてはちょっとやっぱきついよなっていうところがあるんですよ。ああ。その、平べったい会場に無理やりステージ作ってっていう感じ。へえ。一回一回椅子入れるんですか？そうですよね、きっと。え、そうなんだ。ですよ。え、パイプ椅子もしかして。まあ、パイプ椅子よりちょっといい椅子って言ってましたけどね。え、マジか。なんかあのプラスチックっぽいパイプ椅子っぽいやつみたいな、背もたれがちょっといい感じのみたいな感じなんじゃないですか。イメージのライブと違うな、アーティストがやるような。そうっすか。うち新潟人はでも結構ときメッセのイメージは逆に強いんで、スタンディングだったら特に関係ないし、逆に。あ、でスタンディングなの今回。基本 AKB 系だと立ちですよ。ずっと3時間も、ほぼ。え、 MC で皆さん座ってくださいで MC 聞いて、はいはいはい、歌始まったら立って応援するみたいな。他のアーティストも大体そうだと思いますけどね。ときメッセはやっぱいろんなアーティストさんが来る会場ではあるんで、なメイン会場なんですね。新潟で行ったら本当に
もうときめす以上ってなると、あのエコスタっていう野球球場か、はいはいはい、あとはもうスタジアムでサッカー場とかになっちゃうんで、あ、なるほどね、はい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 、新潟で言うと多分一番、それこそ NGT も一番目指してた場所がときめすだったっていうのもあって、うんうんうん、今回久しぶりに3年ぶりなんですよ、ときめすで、北流の卒コン以来っていう話になって3年も、そうだから逆にときめっせで NGT 見たのが3年ぶりなんだと思って、すごい長いね3年って。そう、結構だからその期間ね、コロナがあったりとか、まあいろんなことがあって、多分本当は1年ぐらいで収まってた、できてたところが伸びたんだろうね、かもしれないですけどね、まあそれは何とも言えないですけど、うん、っていう感慨深さとか、長いよね。そう、長かったなって見ててもやっぱ思いましたし、はいはい、で今回のセットリストがめちゃめちゃ良かったんですよね、はい、単独コンサートで言うと、なんだろう、こうテンションものすごいぶち上がるような、というか本当に声出して応援したくなるようなコンサートだったなって改めて思ったんですけど、はいはいはい、まあ、前半部分で言うと、もう初っ端なオーソムから始まって、あ、その曲から始まるんだ。そう、もう単独コンサートはほぼ NGT曲っていう感じの、今まで NGT が劇場公演で披露して思い入れのある楽曲だったりとか、はい、あとはね、シングル曲だったりとかっていうのが結構大体だったんで、めちゃめちゃこう感慨深いなと思いながら見てたんですけど、うん、オーサムもやっぱ最新シングルから盛り上がっていこうっていうところがあり、何かが入れて楽曲があるんですけど、それなんかはやっぱファンが結構、ファンからの支持も高いような、めちゃめちゃテンション上がるし、可愛い楽曲なんで、それもね、こう、初っ端からそこで攻めてくる感じとか、僕はいいなと思いながら見てたんですけど。衣装は何だったんですか？あ、今回結構新衣装とかがあって、普通の時衣装なんだけど、まあこれは、あの、荻生香の卒コンの話なんですけど、はいはい、普通の時衣装なんだけど、なんか、ちょっと作り変えて、荻生香だけ特別版時衣装みたいな。一年で違うってことですか？いや、時衣装自体は全部あるんですけど、はいはいはい、卒業っていうのもあって、羽ばたいていけるようにって言って、時の羽をイメージしたような衣装になってたりとか、ちょっと改装版みたいな感じの。なんか、ふわふわみたいな羽がついて。そう、スカートがふわふわになって、時色、白と赤で、はい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 、みたいなのがあったりとか、で、NGT って言ったら赤なんで、はい、赤の貴重とした新衣装だったりとかっていうのが見れて、それがすごいね、似合ってたんですよ、みんな。可愛かったし。だから、新衣装もあって、なんか、いいなっていうふうに思ったんですけど、はいはいはい、そう。一番、この単独コンサートの中で自分が、おわっと思ったのは、2期生って、その前の TDC の時に、選抜されて、ステージに立った人はいたんですけど、はい、選抜に落ちちゃったメンバーは本当に今回でかい会場が初めてみたいな感じだったんで、はいはい、そう、だからそういうのもあって2期生全員ででかい会場で2期生楽曲披露したりっていうところが、なんかようやくここまで来たよねっていう。2期生もだって言っても3年とか、ね、入って結構長く経っちゃってる割に、はいはいはい、あんまりこうそういうでかいステージ経験しないしっていうのがあったんで、だからようやく2期生でときめすでステージ立てたねっていうところがやっぱ強かったのと、あとはドラフトなんですよね。荻生香って言ったらやっぱドラフト2期生で入ってきたんですけど、そのドラフト2期生もう一人西方まりなさんと、あとはドラフト2期の候補生っていうのもいたんですけど、2期生で NGT に呼ばれなくて改めて NGT1 期生で入ってきた子って何人かいるんですよ実は。ドラ2で荻生香と西方さん入ってきましたけど、うんうんうん、実はそれ以外にも今の NGT1 期生ってドラフト2期候補生として頑張ってた子もいたりとか、うんうんうん、毎回 AKB で頑張ってた子もいたりとかしたんで、はいはいはい、そういうメンバーとあとはドラフト3期生が一緒になってドラフトでの思い入れのある楽曲っていうところで、うん、ここがロードスだここで飛べっていう楽曲があるんですけど、それを披露したりとかっていうあんまり見れないんですよね、うん、なかなか、うん、っていうところがあって、まあなんかそれこそ荻生香の話ですけど、荻生香って結構いろんなオーディションを受けて100以上受けたみたいな話を聞きましたけど、で最初 AKB の仮研究生だったんですよね。仮研究生でダメで、で、ようやく NGT でドラフトで
頑張って入ってきたっていうメンバーなんで、その流れがあってからのこのドラフトでのメンツで、ここがロドスだ、ここで飛べば、やっぱ見てる方からしても感慨深いよなというか、そう、ようやくここまで来たよねっていうのもあるし、広い会場でできる嬉しさとか本人たちが一番分かってると思うから、そういうのがすごい見れて、なんか良かったな、みたいなふうに思ったというか。で、あとは、やっぱ NGT 楽曲がメインだったんで、ここ最近あんまり聴けてなかった初期の NGT のカップリング楽曲とかが結構見れたのが良くて、出陣とか、機関パンクとか、あんまり聞かないな。そう、あんまり聞かないじゃないですか。出陣なんかは自分が記憶してるところだと、もう当時そのリリース記念イベントみたいなのが、そのエコスタジアムっていう野球会場であったんですけど、その時に一回披露を生で見たのが最後ぐらいのイメージなんで、めっちゃ前なんですよ。メンバーも大体ね、結構卒業しちゃってるメンバーもいたりとかで、なかなか披露できないっていう流れで、ようやく新しい2期生とかが入ってからの出陣が見れたっていうところがあったりとか、これも牛化センターなんで、っていうところもあったりとか、一番うわーって思ったのは、わちゃごなどゥっていうちょっと大人メンバーが当時歌ってた楽曲があるんですけど、それも西方さんと西村奈々子さん以外は、もうみんな卒業しちゃってていなかったんで、二人しかいなかった。そう。二人しかいないってなったら披露できなかったんですけど、久しぶりにそれも新しい2期生、今回で言うと、川越沙耶さんだったり、古澤真奈さん、真島かほさんって、まあ、やっぱちょっと大人メンバーというか、美人どころで、ちょっとこうセクシー路線もいけるような人で、わちゃこなぐっていう楽曲、これもだいぶ多分披露してなかったはずなんで、それが見れたりとか、こう、昔から NGT を応援してるファン心もくすぐってくるようなというか、だから NGT の歴史も振り返りつつっていうところがあるんですよね。なるほど。うん、あのドラフトからの流れで、で、当時のそのカップリング楽曲とかも披露してっていう、すごいエモいというか、まさに。なるほど。そんな感じでしたね。あとはラーメンワンダーランドはすごい良かったっす。あの、王様のカップリング。ラーメン部の歌、ラーメンの歌、なんかちょっとふざけ感あるじゃないですか。ああ、そうですね、うん、でそのふざけ感がまたいいんですよね、あのメンツで、ラーメン部のメンツでやれるの、はいはいはい、そうだから、それも見れてよかったなっていうのもあったし、うん、結構本当にもういろんなのが詰まってるよ、今回の設定してマジ神かよっていうぐらいに。へー、見てて正直言うと AKB ってまたこの曲やんのかとか結構あるんですよ、あれあれなんで。この曲最初の方は見てるけど、途中からこうちょっと気持ち的になんかもういいかなってなりがちなところもあったりするんですけど、はいはいはい、今回のセットリストに関して言うと結構もう最初から最後まで集中して見れるぐらい、もうなんかすごいエモかったし。何曲やったんですか？何曲、26曲やった後にアンコールで2曲3曲かな。はいはいはい、うん、なんで最初からやった順に言いますね、ちょっと、はい、オーサムやって何かがいるで、二人乗りの自転車っていう、これは劇場公演の曲なんですけど、あとはロックだよ人生はっていうすごい盛り上がる楽曲があって、でそっからの世界つながりなんですけど、世界はどこまで青空なのか、はい、のあと世界の一人を披露して MC が入るんですけど、まあその MC でも今回のリハーサルこんな感じだったよねとか、裏の話だったりも聞けてすごい良かったし、でそこからの流れでさっき言ったドラフトの楽曲に入ってきて、まあ2期生全体2期生の楽曲ドローンジェラシーという曲やって、あとは2期生とドラフト3期生の今日は負けでもいいっていう自分が結構好きな楽曲で、安藤力さんセンターなんですけど、それがまた久しぶりに見れて嬉しかったのと、あとはドラ2とドラ3候補生で、ここがロドスがここで飛べをやって、うんうんうん、でその後緑と森の運動公園っていうのをやって、はいはいはい、ユニットみたいな感じで出陣やったり、機関パンクやったり、嫌いなのかもしれないとか、大人になる前にわちゃこなドゥ、うんうん、あ、これも良かったんですよ、ぎこちない通学電車っていう、これもカトミナふるさと選抜みたいな、はいはいはい、各地方の代表メンバーみたいなので、うんうん、で加藤みなみさん、今、卒業しちゃいましたけど、加藤みなと中村彩香さんのダブルセンターみたいな曲だったんですよ。で、これも、ファン
的に言うとすごい自分もそうなんですけど結構好きな楽曲だったので、はいはいはい、久しぶりに見れてよかったなっていうところもあるし、うん、で順序よろしくやってラーメンワンダーランドっていう、うんうん、でその後蒸発した水分っていうのでこれは軽音楽部みたいな感じで弾き語りでギターを川越さんさんがやってあとはキーボードで古舘葵さんが弾き語り弾きつつでメインボーカルで三村ひのさんが歌うっていうのをやったりとか三村さんで言うと歌唱力のまま決定戦でもねあの上位に食い込むような歌うまメンバーなのでまあ良かったなっていう。うんでその後クラクラではっきり言ってほしいが、はいはいはい、来て絶望の後へ、はいはいはい、でをやって青春時計久しぶりにミカちゃんセンターで青春時計見れてよかったなっていうところもあるしでその後、かかとを鳴らせっていうあの、はいはい、アンダー楽曲王様っていうところで盛り上がりも入れつつソフトサーブっていう楽曲をやってで心に太陽っていうのを大江さんセンターはいはいはい、MC 明けにシャーベットピンクをようやくでっかい会場で全員メンバーでできたねっていうところ で、はい、で会場一定がシャーベットピンクっていうところでペンライトをピンク色にして、はいはい、ピンクの会場で全部が埋まるっていうところがやっぱラストならシャーベットピンクですか。いやその後アンコールがあって君好き君のことが好きだからっていうで春はどこから来るのかをやって、はい、一番最後にマックス時315号を大谷さんセンターでやって、うんうんうん、終わりっていう。へーもうだからこれ一個一個振り返ると本当に一個一個に意味がある楽曲なんで、はいはいはい、もうキリがないというか多分語り尽くせないぐらい語れると思うんでまあ今はざっと流れを話してきましたけど、はいはい、こんな感じですよ。で結構やっぱ見てて思ったのはなんか久しぶりにメンバーの全力パフォーマンスを全員で踊ってる姿を見れてよかったのもあるし、はい、おぎゆかがね今までセンター張ってたのもあったりするんですけど、はいはい、おぎゆか卒業で次どうするんだろうってところがやっぱ不安だったところもあるんですけど、はいはい、今で言うと NGT エースは本間日向さんになると思うんですけど、はいはい、日向が多分誰よりも仕上がっててへめちゃめちゃ良かったんですよ、うんうんうん、なんかちょっとやっぱなんていうんですかね人よりも輝いて見えるなっていうのがすごいオーラ感があるというかのがすごい今回強かった印象があったのが本間日向さんずっとですかずっと終始見てて思いました。いや仕上がってたんでしょうね完成してたんでしょうねおそらくいやみんな良かったんですけど、はいはいはい、もうビジュアルもそうだしパフォーマンスもそうだしなんか良かったっすね、とりあえず、うん、オーラあるなと思う、はいはいはい、だからこれから NGT は本間日向さんの人に、まあ、今の一期生だったりとか、うん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 、まあ、引っ張っていくって考えたら、まあ、おぎゅうか卒業マジで今後やばいなと思ってたんですけど、うんうんうん、今回の単独を見て結構卒業してもまあ新しいその今までの NGT っていうのをこうまた新しい2期生とかドラさんとかが入ってようやくこうベースができた段階で新しい NGT 今後見えていくだろうなっていうふうに思ったんで、うんうんうん、すげえ良かったっていうふうに思いました、うん、っていう感じですかね。やっぱシャーベットピンク自分も全体で大きい会場でみんなでペンライトをピンクに合わせてっていうのはまあ自分参加してないのであれでしたけどいやなんかすごい感慨深かったしやっぱ藤崎美桜さんもそれはずっと心残りにあったっていう話だったので、まあ、それもファンもそうだし、はいはいはい、メンバーも多分やれてよかったんじゃないかなっていうところはあるかなっていう思いましたね。その NGT のライブの MC ってその曲と曲の間をつなぐのって大体どんな感じなんですか？すぐ行くんですか？パッと。いや、楽曲が終わってイエーイって MC メンバーが出てきて、はい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 、で、はい、ここまでは何やってっていうのをどうでしたかっていう話をしつつ、今回この MC の中では、じゃあリハーサルの様子なんかを話していきましょう。じゃあ誰々さんどうですかみたいな。へぇー。MC やったりとか。
結構一期生メンバーだともう MC 慣れしてるので、はいはいはい、すげえ普通に面白いんですよね。あ、そうなんだ。普通のなんか楽屋裏で聞いてるような会話をもうチラッと出てきたりとかするところがやっぱ面白いのもあったりとか、あとはやっぱ二期生の中でも MC 上手いメンバーとか大塚奈々美さんとか真下加穂さんとか、はいはい、やっぱそういうところで魅力出してくる子もいるんで、アイドルのコンサートってなったらやっぱ MC も一つの、そうですね、そう見どころなんですよね。どんな話聞けるかなとかっていうところもあったりする。どの話が一番良かったですか？どの話、裏でこんな感じだったよねとか、うん、荻生が最後だから裏でももう一曲目から涙してたよねみたいな話が出てきたりとか、そういうのがやっぱ聞けるのがファンとしては嬉しい。うん、なるほど。そうだから、まあ、そういうところも含めてメイキングで DVD 円盤化した時にメイキングで改めて見たいよねっていうところも出てくるんですよ。そう、その辺どうだったのかなとか、はいはい、そういうところも楽しみになってくるところなので、もう早く DVD でも見たいなって感じですかね。なるほど。で、まあその中でまあ別の動画にするんですけど、7枚目のシングルがようやく決まったということで、はいはい、NGT の、はい、おお、しかも年内発売なんですよ。12月の22日発売なんで、うわ、結構カツカツなんですけど、すごいね、そうカツカツなんですけど、冬ソングかな、今回冬ソング来るのかなっていうちょっと期待もありつつ、恋愛系な気がする。まあちょっとその辺どういう感じになるかは今後、はい、でももう言ってもう11月じゃないですか、はいはい、あともう1ヶ月ちょいで発売になるんで、はい、っていう感じですかね、はいはい、なのでサプライズ、嬉しいサプライズもあってすげえ良かったなっていう感じですよ。うん、うん、いや本当に語り尽くせなくて、はいはいはい、まあ、この子のここめっちゃ良かったねとかすげえあったんですけど、言い始めたら切りなくてっていう感じですよね。